っしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。飛龍さんだな。立花に会いに来た。電話が通じねえんだ。ここを通してくれ。分かってる。止めに来たわけじゃない。あんたを迎えに行くよう陳さんから言われた。陳さん、ここの顔役か。ああ、ついてきな。立花は無事なのか。来ればわかるよ。立花。前に比べて体が弱ってるね。2日くらい一時的に容態が悪くなったんだけど、さっき目を覚ましてやっと落ち着いたとこだ。連絡取れなくてすみませんでした、桐生さん。もう大丈夫です。それじゃごゆっくり。立花、牧村誠はカムロ町に来てる。西公園のホームレスにかくまってもらってんだ。彼女は兄貴が迎えに来るのを待っている。小田さんから聞いたんですね、彼女が私の妹だと。お詫びします。あなたには全て片付いてから打ち明けるつもりでした。小田さんにもそう言っといたんですが。立花。はい。小田は誠を殺そうとした。どういうことですか。それで大阪を出たきり、織田とは連絡が取れていない。おそらく織田さんはもう生きてはいないでしょう。かもな。全ては私のせいです。10年前、
私は己の運命と戦わず、ただ逃げました。そのせいで母と妹は人生を狂わされたんです。今小田さんをも巻き込んで。立花、日本人の血を引く私は中国でリーウェンクイズと呼ばれていました。その表現は日本人への憎しみが込められたものです。私は周囲の人々に常に怯え、やがて中国から逃げ出したんです。母と妹を見捨てて。その後中国で日本人と蔑まれた私は、今度は日本で中国人と呼ばれました。蒼天堀に来てからは生きること、そして自分の身を守ることに必死でした。一度黒の世界に足を踏み入れた者は、周りを喰らいのし上がり続けることでしか生き残れません。少しでも弱みを見せれば周りに食われることになります。そして日々の善悪を振り返る気も失せた、そんな頃でした。母と妹が日本、このカムロ町にいると知ったのは、私は彼女たちを探すため蒼天堀を出ると、持てる力を使ってカムロ町に情報の根を張りました。探してどうするつもりかは決めていませんでした。ただ私が中国を去った後、そのせいで彼女たちがどんな目に遭ったか知らずにはいられなかったんです。でも分かったのは、一足違いで妹がカムロ町から姿を消していたこと。母も祖父もすでに亡くなっていたという事実でした。それともう一つ、妹に相続権のあるたった一坪の土地が、やがてカムロ町再開発計画にとって致命的な障害になり得るということです。それが空の一坪。ええ、道島組は再開発計画をめぐって莫大な金を地上げにつぎ込んでいました。彼らの計画通り全てがうまくいけば、その金は何倍にもなって道島組に戻ってくる。しかし空の一粒が原因となり、彼らの計画が行き詰まることが分かれば、妹はヤクザたちの争奪戦に巻き込まれる。ああ、今その通りのことが起きている。だから私はそのことに気づいた時点で、堂島組の若頭だった勝間さんに交渉を申し入れたんです。妹を守るために。おやすさんを交渉相手に選んだのは何でだ。勝間さんが堂島総兵に今以上の力を持たれることを恐れていたからです。何？堂島総兵の力はすでに自分の器の許容範囲を大きく超えていました。小物が大きすぎる力を持った時の暴走を風間さんは恐れました。堂島総兵が殻の一粒を手にすれば、それを手土産に東条会本家若頭の座につくでしょう。そしてゆくゆくは東条会の三代目です。そうなればもはや風間さんの手に負えなくなる。風間さんは私の持つカムロ町の情報網をもとに不動産会社を作るよう言いました。堂島組よりも早く殻の一粒を手にして妹を守れるように。そしてそれをできるだけの力を手にするようにと。
それじゃ立花不動産はおやすさんの指示で作ったのか。立花不動産の誕生、そして殻の一坪にまつわるこれまでの出来事は全て風間慎太郎という天才が描いたシナリオの上で起こったものだということです。私は妹に会うため、風間さんは裏から東城会という組織をコントロールするため、互いに手を取り合ったというのが、あなたと私が今ここにいる理由です。ただ妹は家族を捨てた私を恨んでいるかもしれません。数日前、セルさんから妹は目が見えないと知らされた時、私は兄と名乗らない方がいいと思いました。今はそう思っていないってことか。あなたが私に聞かせてくれた牧村誠という女性は、やはり私が記憶する妹でした。彼女が蒼天堀にいた理由も、私を探すためだった。ずっとこんな私を探してくれていたんです。立花、桐生さん、私は妹に、シャオチョウに会いたいです。今の私はそのためだけに生きながらえています。もう二度と逃げたくありません。もうすぐ会える。彼女はあんたを恨んでなんかいねえ。だが今もあんたの助けが必要だ。堂島組だ。奴ら立花さんを出せと言ってる。ここにいるのがバレたんだ。なんだと。なんでこんな時に。立てるか立花。はい。いたぞ立花だ。お前らの狙いは立花なのか。てめえもいたのか、キル。いい加減死んどけ。Yeah!
アジア海にいることはできませんね。キルさん、西公園に急ぎましょう。誠のところへか。堂島組が殻の一つぼを狙う限り、妹はどこにいても危険です。それより早く土地を手放す手続きを取らせた方が。どうした？誰かに見られています。何？キリュウさん、最悪の相手です。知ってるやつか。大陸のマフィアにいた頃見たことが。私が知る限り最強の殺し屋、名前はラオグエ。ラオグエイ。殻の一つもの殺しは一見荒い仕事に見えて、警察の目を疑いなくあなたに向けさせるためのプロの仕事です。ラオグエイならそれができます。なんだと？彼ほどの殺し屋が堂島組とつながってるとすると、あなたに殺しの濡れ衣を着せた張本人も彼でしょう。李火少子，给我出来！我收到的命令，并没有要求我杀你。なんて言ってる？やつの狙いは、私を生き取ることです。キルさん、今の私たちではラオグエを相手に逃げることも戦うこともできません。ですが。あなた一人だけなら逃げられます。妹、頼みます。立花、寄せ。只要你不乱动，我就不惜死在你眼前。那个男人跟我的契约没关系，所以我没兴趣。あんた陳さん、
立花さんが堂島組に連れ去られたから3時間というところだ。今アジア外の人間に行方を探らせている。渋沢という堂島組の幹部がここで立花さんが投石を受けていたことを知っていた。織田が情報を漏らしていたらしい。渋沢は今まで立花のことを泳がせていたってことか。織田は渋沢の犬だった。立花さんに牧村誠を探させて横取りするつもりだったのだろう。私が渋沢という男ならそうする。くそ。それより立花の居所は本当にわかるのか。約束はできんが手は尽くしている。私はあの子を後継者にとさえ考えていた。本心から助けてやりたいと思っている。ところであなたは知っているかな。殻の一つは立花さんと牧村誠の祖父牧村源蔵という男が持っていた土地の一部だった。うん。彼は戦後になって土地を手放さざるを得なかったらしい。だが記録によれば一度に4人の買い手と交渉してわざわざ土地をバラバラに分割して売っている。おそらく意図的に一坪だけ自分の手元に残るようにするためだろう。どういうことだ。この時牧村源蔵には中国で生き別れた娘がいた。立花さんの母親にあたる人だ。牧村は彼女がもし自分を日本まで探しに来た時そのたった一坪の土地が再会の目印になると思ったんじゃないだろうか。これは私の想像に過ぎんがね。皮肉なものだ。こう思う親の気持ちが今ヤクザの争奪戦に巻き込まれて立花さんたちを危機にさらしている。だが悪いのは一坪の土地を残した牧村じゃない。あなたたちヤクザだ。違うかね。今頃堂島組は立花さんを拷問にかけているはずだ。牧村誠を捕らえるために。しかしだからといって我々が堂島組に直接手を出せばアジア外はもはや東上界から存在を許されない。場所さえ分かれば俺が行く。俺が必ず立花を救い出す。そのためにあなたを手当てした。どれだけ傷が痛もうがあなたにやってもらうほかない。望むところだ。結構。では立花さんが見つかったら連絡する。それまでは彼の妹についててやりなさい。
キリュウ。堂島組か。探したぜ。お前もいい加減目障りだって上からのお達しでな。見つけ次第始末しろとさ。くそ。ったくよ、いつまでしぶとく生きてやがんだお前。今どんな気分だ？え？立花にそそのかされて堂島に喧嘩売った挙句はしご外されてよ。あいつも今頃落ちんでるかもな。なあ、そうだろ？錦山。錦。もうてめえの味方はどこにもいねえ。これでしまいにしようや、キリュウ。キリュウ、立花は今、久瀬の兄貴が拷問してる。もう殻の一粒が堂島組の手に落ちるのは時間の問題だ。それでもまだ望みはあんのか。立花は今どこだ。俺ら下っ端には知らされてない。もし知ってても教えられねえ。いや、面白くなってきたな。よし、俺らが見届け人になってやる。てめえら二人、ここでどっちか死ぬまでやり合え。なんだと。お前の手柄にしてやるぞ、錦山。兄弟ぶっ殺してのし上がってみろや。極道ってな、どいつもこいつもバカばっかだ。てめえ俺のこと言ってんのか。どういうつもりだこの野郎。殻の一つぼはじき堂島の手に落ちる。となりゃ風間のおやっさんもしまいだ。俺がそんなのを黙って見てると思うか。相手が誰だろうとな。え、違うか、キリュウ。お前、自分が何してんのか分かってんのか。言ったはずだ、今俺に手を貸せばお前は。うるせえ。俺はおめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。錦、覚悟しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。暴れてやろうぜ、兄弟。ああ、行くぞ。Yeah.
ほんと負ける気がしねえよ、お前と一緒なら。そいつはこっちのセリフだ、兄弟。錦、これから西公園のホームレス街に行く。うん？牧村誠をそこにかくまっている。立花を取り戻すまでは俺らで彼女を守り続けるんだ。そうか、よし、わかった、行くぞ。ちょっと待てよ。そこは適当に合わせておいてさ。お前死ぬぞ、これ。後悔するな。どうなってんだ。なあ、キリュウ、おめえ今までよく生き延びたよ。大したもんだ。運が良かっただけだ、俺一人の力じゃねえ。よく生きててくれたな。キリュウさん、あれ、もう一人、もしかしてお兄ちゃん。お兄ちゃんって。分かった、二
二人とも状況を説明させてくれ。少し長い話になるかな。兄が東島組にさらわれた。そんな。兄って立花？え、この子殻の一坪の持ち主だろう。その二人が兄弟ってどうなってんだ。いっぺんに聞くな。とにかく今は橘を取り戻すことだ。なんで、やっと会えると思ったのに。橘をさらったのは堂島組の渋沢の指図だ。渋沢？大阪で俺たちを襲ってきたやつだ。堂島組若頭補佐の一人。今はそいつが堂島組を動かしているってことらしい。堂島組は兄じゃなく私の居場所を探してるんですよね。すまない、俺があいつを守ってやれなかった。でも必ず連れ戻す。俺が命に変えても。アジア街の顔役からだ。電話してくる。俺も行くぜ。キリュウさん、兄をお願いします。お願い、お願いだから。分かった、すぐに会わせてやる。必ずな。急ごう、キリュウ。アジア街から立花の居場所を聞くんだ。すぐに電話しねえと。ああ。アジア街の顔役ったら信用できるのか。ああ。俺は立花が連れてかれた後、アジア街で倒れてた。あの人が敵なら、今頃俺はもう生きちゃいなかったはずだ。それに俺に立花を助けろと言っている。なるほど。アジア街も橘を失いたくねえってことか。しかしその橘と牧村誠が兄弟だったとはな。おまけに二人揃って堂島組に狙われてる。ついてねえってどころの話じゃねえ。ああ、だがこれ以上あの兄弟を極道のゴタゴタに巻き込みたくねえ。あの二人はただ生き別れた肉親に会い。キリュウさんだね。陳さん、橘の居所はつかめたか。殻の一坪に隣接しているハイビルだ。七福通り沿いにあるクレッシェンドビル、そこの地下室に連れ込まれたらしい。クレッシェンドビルだな。人数は7人程度。ただクゼという男がそこにいる。知ってるね。はクゼは渋沢の命令で動いているようだ。その前は阿波野についてたが、くら替えしたと見える。よほど後がないらしい。だがそういう男ほど危険だ。分かっている。立花さんを頼む。桐生さん。錦。立花は七福通りのクレッシェンドビルだ。クゼもいる。わかった。とにかく急ごう。よし、やってやろうぜ、キリュウ。牧村誠はずっと橘のことを探してたのか。
した？おっと、おう。年貢の納め時だな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。クレッシェンドビル、この中に立花がいるんだ。ああ、このビルの地下室らしい。キリ、一度入ったらもう後戻りできねえぞ。準備はいいか？じゃあ次、6本目行こうか。ああ、7本目もまとめていっちまった。指先は神経が集中して痛みを与えるのに最適です。まあな。手の指と合わせて残りたったの8本、全部潰れるまでに私の口割れますか？
舐めやがって。いい加減開けやおら。牧村誠はどこだっつってんだ。私に泣き入れてないで、ちゃんと仕事しないと。渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょ、久世さん。この野郎、殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえを殴るしか能がねえのか。お、あと少しで口はありますよ、こいつは。まだわかんねえのか、拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろよ。はっ、そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ俺はね、兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんていつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺が自分より強いと思われる奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだ。てめえみたいな三下と一緒にするな。ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちゃ、この俺がいい笑いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい、何見てんだおら。バカ野郎が。ここは爽快なるようになっちまうもんだな。くぜえ、
キリュウ。立花、すまね。遅くなった。謝ることありませんよ。キリュウさん。おい、立花。よせ。妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む。誠をここに。わかった。もう間に合いません。立花。キリウス、ラオグエよ。あやつってのは道島総兵です。なんだと。クゼが言ってました。すべての人は道島が引いています。クガ様ぞ排除するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい、立花。なんだこんなこと。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。小僧がとうとう化けあった。本物の極道に。
キリュウ。お兄ちゃん、お兄ちゃんは？お兄ちゃん、どこ？牧村誠の行方はただ一人の味方だったリーの死とともに消え去った。真島は佐川、西谷といった誠を狙う勢力とともに彼女を連れ去った白いスーツの男を追う。間もなく浮かび上がってきたのはかつて真島もその一員だった登場会の影。彼らはすでに神室町の不動産屋を使い、密かに誠を神室町へ立たせていたのだった。彼女を追うため蒼天堀という檻を出ることを許された真島はかつて自分が極道として生きた神室町を目指す。ただし、真島に課せられているのは今なお牧村誠の殺害に他ならない。もう許してください。さっきの異性はどこ行ったんだぐらい。え？ほら立てや。立てっつっ
ってんだろうが！助けて、殺される。何見てんだ。いいえ、何でもないですわ。ちょっとこの野郎、ふざけた真似してんじゃねえぞ、くれ。収穫はあったか、真島ちゃん。はあ、ただ町歩き回ったとこでどうにもならんわ。立花不動産の田の字もない。そりゃそうだよ、だってお前本気で探してやしねえんだもんな。もう女を見つけて殺すしかお前には生きる道はねえ。そいつは納得づくなはずだろう。蒼天堀から牧村誠が消えてもう丸一日だ。早いとこ立花不動産から取り戻さねえと完全に見失っちまうぞ。そうなりゃお前はもう終わりだ。そこんとこ分かってんのか。ああ。だったらもっとやる気出しても良さそうなもんじゃない。俺だってこんな狭いとこに缶詰になって我慢してんだ。近江の人間がカムロ町で幅利かしてたらことなんでね、お前に動いてもらうしかねえんだよ。せやったら島野の親父にも手借りたらええやないか。正直に女に逃げられた言うてな。ダメだ、島野には言えねえ。女は俺とお前だけで片付けんだ。ふん、勘違いすんなよ。俺は島野を怖がってるわけじゃねえ。こいつはちょっとした政治の話でね、近江連合の人間としちゃこの件で島野に弱みを見せるわけにはいかねえんだ。どういうこっちゃ。牧村誠の一件は近江連合の上層部と島野の共同作戦なんだよ。近江連合には島野から空の一坪を100億で買い取る用意がある。何やと。近江連合の狙いはズバリカムロ町そのものだ。空の一坪はカムロ町再開発計画の鍵を握っているからな。そいつを近江が抑えちまえば再開発に絡む東上界の島を一気に奪える。そうなりゃ近江は山ほど兵隊をカムロ町に送り込めるんだよ。東上界が抵抗する間もなくな。100億ぐらいはすぐに回収できる。そしたら親父は東上界を裏切るつもりか。あの人はそれを承知で近江に空の一つも売るっちゅうんか。そう、島野は東京に進出してきた近江の兵隊を後ろ盾にして東上界を取るって腹なんだよ。近江の東京進出を許す見返りに兄弟は東上界のトップになれる。その時島野と近江連合はカムロ町の取り分を話し合うことになる。だから俺が今島野に弱みを見せたらそこにつけ込まれちまうってわけ。もっとも女殺す役にお前を指名したのは島野だ。女に逃げられた責任はあいつにもあると思うけど。ちょ待てや、親父の狙いが土地やったらなんで牧村誠を殺さなあかんねん。所有者やったとこで土地が手に入るわけないやろ。それについちゃ島野に何か考えがあるらしい。どういうからくりになってんのかあいつは任せろとしか言わねえけど、近江連合の上はそれで承知した。実際大したやつだよ島野ってな。せやったらあんたへの見返りはないや。この件であんたにも得はあるんやろ。
カムロ町の支配者の座さ、近江連合側のね。あんた島野の親父から何も聞かされとらん言うてなかったわ。ずいぶん話がちゃうやないか。お前に知らせる必要はねえと思ってただけだ。今は事情が変わったろ。そろそろ休憩は終わりにしろよ、真島ちゃん。結局橘不動産と女を見つけねえと話にならねえ。とりあえず探す当てがねえならチャンピオン街に行ってみろ。そこに何かあるんか。最近まで橘不動産の人間が出入りしてたってよ。ちょっと古い情報らしいがな。